学生三大駅伝開幕戦の出雲駅伝、14日、島根、出雲市出雲大社前スタート出雲ドーム前ゴールイコール6区間451キロ、で、駒台と青学台との激戦を制して、5年ぶり2度目の優勝を果たした国学院大は歓喜から一夜明けた15日、出雲空港初の日光機で帰京し、練習拠点の川崎市に戻った、 前田康弘監督46アンカーとして優勝のゴールテープを切ったエースで首相の平林清澄4年らは家族や友人、知人など多くの人から祝福の連絡があったという前田監督は300人くらいの方々からラインメールをいただきました誠意を持って返信しておりますと笑顔で話した 平林もインスタで約500件のメッセージがありました。嬉しいですとにこやかに話した。国学院大大学院1年に在籍している歌手の相川七瀬49は現地で応援し、選手やスタッフに直接お祝いの言葉を送った。平林は相川さんに感動した。ドラマみたいだったと言ってもらいましたと明かし。 前田監督は、相川さんは僕に抱きついて喜んでくれましたと笑った。昨夜はチーム全員で歓喜の時間を過ごしたが、一夜明けたこの日、すでに、次の全日本大学駅伝、11月3日、名古屋市厚田神宮西門前三重、伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前イコール8区間1 6 8キロ、に向けて気持ちを切り替えている。 第101回箱根駅伝、来年1月に3日、で初優勝がチーム最大の目標に掲げているが、前田監督は一戦必勝。まずは、次の全日本を全力で勝ちに行きます。三冠を狙います、とは言いません。終わってみれば3冠だったという形になれば最高ですと話す。 平林は全日本大学駅伝では1年生から3年連続でエース区間の7区、176キロ、お走り、区間3位、区間4位、区間賞。最後の伊勢寺ではコースを熟知している7区、あるいは最長の最終8区、197キロ、に出場する見込みだ。平林には、やはり7区か8区を走ってもらいます。 終盤にだらだらと登る八区は平林に合っています。出雲駅伝と同じように平林でアンカー勝負するという考えもあります。と前田監督は戦略の一端を明かした。全日本大学駅伝の八区は、昨年まで3年連続で前首相の伊地地建造、県ヤクルト、が担っていた。平林は、 今季のチームテーマの一つが120%の準備。8区を走る準備もします、ときっぱり話した。出雲駅伝で平林は駒台の篠原幸太郎、4年、青学大の太田創生、4年、と両校のエースにアンカー対決で勝ち、優勝のゴールテープを切った。さらに区間賞も獲得、出雲寺に続き、 伊勢寺でも優勝のゴールテープを切ることを目指す。出雲寺の名勝負で勝った国学院大と平林は、今季の学生駅伝会の主役になろうとしている。